アルノルト・ベックリンは19世紀のスイス出身の象徴主義の画家。19世紀末のヨーロッパの美術界はフランス印象派の前世紀であったが古外にキャンバスを持ち出し外交の下で身近な風景を描き出した印象派の画家たちとは対照的に文学、神話、聖書などを題材に創造の世界を画面に表そうとする象徴主義の画家たちも 同時代に活動していた。ベックリンは、こうした、象徴主義、世紀末芸術の代表的画家の一人である。ベックリンは1827年に、スイスのバーゼルで生まれたが、青年期以降は、ヨーロッパ各地を転々とし、生涯の大部分をドイツ及び、イタリアで過ごしている。1845年から1847年まで、ドイツのデュッセルドルフで学んだ後、 1850年から1857年までローマに滞在。1860年から1862年にかけてはドイツのバイマルの美術学校で教えていたこともある。その後、ミュンヘン、フィレンツェ、チューリヒなどに滞在、晩年はフィレンツェ郊外のフィエーゾレに住んだ。1874年から1885年までのフィレンツェ時代は円熟期で、 死の島をはじめとする代表作がこの時期に生まれている。死の島は暗い空の下、墓地のある小さな孤島を目指し、白い棺を乗せた小舟が静かに進んでいく様を描いた神秘的な作品である。彼自身、このモチーフに見せられていたようで、その生涯にこの題材で五点の作品を残している。この作品に見られるように、写実的で緻密な描法と画面に漂う神秘的、 幻想的な雰囲気がベックリンの特色である20世紀のシュルレアリスム絵画にも大きな影響を与えた。第一次世界大戦後のドイツでは非常に人気があり一般家庭の多くの家に複製画が飾られていた。中でも代表作の死の島は特に人気が高かったと言われ複製画の他にポストカードの題材としても盛んに使用された。また、 死の島を真似て描く画家も現れた。アドルフ・ヒトラーも彼の作品を好み、収集していた。ありがとうございます。